アンドリュー・バーカー・パリーノは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州、モンドー郡ブロックポート出身のプロ野球選手、宇藤ウ・リ現在は、フリーエージェント。ニューヨーク州シラキュースにあるルモ・インカレッジでプレーし、2007年には、所属するカンファレンスの年間最優秀選手賞に選ばれる。2007年の MLB ドラフト26巡目で、サンディエゴ・パドレスから指名され、プロ入り。 2011年8月26日にメジャー初昇格を果たし、その日の対アリゾナダイヤモンドバックス戦でメジャーデビュー。この年は遊撃手、二塁手、外野手として試合に出場した。2012年はスプリングトレーニングでエバース・カブレラとの競争に勝ち、ユーティリティプレイヤーとして開幕を迎える。6月3日に 右手首の針で故障者リスト入りするまで24試合に先発した。その後は9月5日に再昇格。2012年11月16日にタイソンロス、AJ カービー・ジョーンズとの2対2のトレードでアンドリュー・ワーナーと共にオークランドアスレチックスへ移籍した。2013年は開幕をマイナーで迎えるが負傷したスコット・サイズモアの代わりとして4月10日に昇格。 2014年2月27日に、ジェイク・エルモアの加入に伴い、ディーフとなった。2014年3月3日に、ウェーバー工事を経て、テキサス・レンジャーズへ移籍した。3月17日に、a a a 級ラウンドロックエクスプレスへ移動。a a a 級ラウンドロックでは13試合に出場したが、4月18日に、ディーフとなった。2014年4月21日に、 ウェーバー工事を経て、フルスアスレチックスへ復帰。同日にトリプル A 級サクラメントリバーキャッツへ移動した。6月13日にアルベルトカヤスポが父親3級リスト入りしたためメジャーへ昇格。2試合に出場したが、16日にカヤスポが復帰したためトリプル A 級サクラメントへ降格した。七月十二日にカヤスポが故障者リスト入りしたため、 メジャーへ再昇格。昇格後はジョシュ、女子レディックの故障もあって、左翼手の守備につくなど、3試合に出場したが、7月21日に、レディックが故障者リストから復帰したため、トリプル A 級サクラメントへ降格。8月14日に、ジェドラウリーが故障者リスト入りしたため再昇格し、遊撃のポジションをダッシュしたが、12試合の出場で打、打率。 103と結果を残せず、9月は4試合の出場にとどまった。アスレチックスでは21試合に出場して打率15、152.1本塁が3打点だった。2015年1月10日にリーフとなり、14日に40人枠を外れる形でトリプル A 級ナッシュビルサウンズへ配属された。シーズンでは5月22日に、 メジャー契約を結んでアクティブロースター入りして17試合に出場したが8打席で無安打だ,だった6月19日にリーフとなり22日に再び40人枠を外れる形でトリプル A 級ナッシュビルへ配属された6月30日に2015年パンアメリカン競技大会の男子野球アメリカ合衆国代表に選出されたことが発表され代表入りしている 同大会では決勝のカナダ戦でサヨナラ負けし準優勝で銀メダルを獲得した。10月5日に FA となった。2015年12月4日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結んだ。2016年は参加のトリプル A 級シャーロットナイツでプレーし52試合に出場して打率213.1本塁打19打点。 に盗塁の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。ありがとうございます。